なお、ミスったな。進化、進化、進化。気持ちいい動きですね。試合開始まで30分を切りました。早くから神宮球場に来ていただいたスワローズファンの皆さん、こんにちは。スワローズスタジアム DJ 羽鳥Qです。今フィールドにいるメンバーをご紹介していきましょう。東京ヤクルトスワローズマスコット、つまみちゃん、今日もプリティだね。そして野球で1ヶ月ぶりの登場です、東京ヤクルトスワローズマスコット、東京ヤミニキャンプ張ってたんですか。そうです。なんか毛並みも良くなってますね。はい、今日も男性も礼儀でください。よろしくお願いします。さあ今日からね、日本生命の先輩交流戦スタートですけども、つまみちゃんのコーナーはね、交流戦でももちろん行っていきます。4回終了後、つまみちゃんと遊ぼう、対象者は子どもたちです。つまみちゃんから出題されるクイズに答えていただいて、プレゼントをゲットできるチャンスですからね。4回の裏終了後、キッズのみんなどうぞお楽しみに。さて球場に来たらですね、プレゼントをゲットできるチャンスです。サークルチャレンジ、皆さんもうエントリーしていただきましたでしょうか。応募の方はですね、5回終了後までに、来場端末に会員証をかざした方が対象となります。会員証をかざすだけで OK ですので、まだのという方はですね、ぜひエントリーしてください。プレゼントは今スーパーカラービジョンの方に出ております。ぜひプレゼントゲットしてくださいね。さて日本生命セパ交流戦は16年目に突入となります。昨年は行われなかったので2年目交流戦、みんな楽しんでいきましょう。そしてスワローズがね、交流戦いい形でスタートできるように、白星スタートできるように、スワローズファンの皆さん、熱い手拍子を応援で盛り上げていきましょう。応援よろしくお願いします。レフトスタンドからも応援お願いします。ライトスタンド、ダイヤスタンドからも一つになって応援していきましょう。よろしくお願いします。日本生命セパ交流戦、今日から北海道日本ハムファイターズを迎えてのゲームとなります。ファイターズファンの皆さんも早くからようこそ神宮球場へ。皆さんこんにちは。ともに気持ちいい手拍子応援で試合を盛り上げていきましょうね。よろしくお願いします。ご来場の皆様にお願いです。ご飲食する時以外はですね、マスクを着用していただいて、大声での応援はお控えください。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。それではウェルカムクラブ。